ビデオゲームの墓場とは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アラモゴードに存在する埋め立て地の俗称。1983年に、あたりが大量の在庫ゲームカートリッジゲーム機本体を処分した地点である。1976年、ワーナーコミュニケーションズに2800万ドルで買収されたあたりは、1982年には市場価値が20億ドルにまで成長。 当時のビデオゲーム市場は、当たりがシェアの80%を占めるなど流盛を極め、ワーナーの営業利益の約65から70%は、当たりの売り上げで成り立つほどであった。アーケードゲームの家庭用移植を主とするあたりは、アステロイドやスペースインベーダーなどの移植版で大ヒットを記録。その流れを受け、1982年3月には、 アーケードゲームとして根強い人気があったパックマンをあたり2600用に移植し、当時の2600の出荷台数1000万台を EU に超える1200万本の出荷計画を打ち立てた。これにより5億ドルの売上高をソフトのみで見込んだほか、本体の出荷台数も相乗効果で数百万台伸びると予測したが、市場に出回ったソフトの劣悪な内容から、 700万本の出荷記録とは裏腹に500万本のデッドストックを生み、相当数が返品されたという。この失敗からほどなくしてワーナーとスティーブン・スピルバーグの間で交渉が行われ、映画 ET のゲーム化を決定。本作は映画ベースのストーリーながら完全な新作として、制作を開始したが、差し迫ったクリスマスシーズンに間に合わせるため、 プログラマーであるハワード・スコット・オーシャウが一名、かつ短期間で開発を行った。完成にこぎつけた一方で請求かつリソース不足の開発に無理がたたり、発売前後ですでに内容の劣悪さを告評され、発売月の1982年12月には製造した500万本のうちの150万本が売れたのみで、半数以上が在庫化した。ビルボード氏によれば、 競争の激化とともに、小売業者は当たりへ返品の要求をしたが、この大量の不良在庫も一員であったとしている。一方、パックマンや ET での気のみ高い売り上げを予測していた当たりは、販売店へ1982年度分の注文を一度に入れるよう要請。また、同年度の第4四半期には、翌1983年度の成長率を50%と、 見込んでいたが予想以上の販売のび悩みで販売店側から大量返品が行われたために数百万本ものデッドストックを抱え12月7日の報告書で売上高が10から15%程度の上昇と下方修正する報告書の発表を翌日にはワーナーの株価が1、3まで下落し市販期終了時には56%の利益源も招いたほか、 当たりの CEO であったレイカサールが業績報告書の発表23分前に自社株5000株を売却したとしてインサイダー取引容疑で取り調べを受ける事態となる。権利自体は後に晴れたものの7月には辞任に至った。これらの要因が積み重なった結果当たりは1983年には5億ドル以上の損失を出し1985年にはワーナーからも 売却されてしまう。1983年9月、アラモゴードの地元紙である、アラモゴードデイリーニュースは一連の記事中で、エルパソの倉庫からセミトレーラー10の20台分の本体、カートリッジを運び出し、市の処分場に廃棄したことを報じた。市の処分場は、掘り起こされることがないという理由から選定され、夜間に埋め立て作業が行われた。 ゲーム機本体の廃棄理由については2600からあたり5200への切り替えのためと一切廃棄されていないの2説が存在しあたりの役員サイドは返品中から修理不能品を会社側で判断しアラモンゴードに送ったと述べている9月27日には UPI 通信社が目撃者の談話として ET、パックマン、水パックマンなどのゲームやゲーム機本体 高額なパソコンを処分した9月28日には、ナイトリッターが地元の子供たちが処分場から盗み出したことを報じ、後者の報道では、当たりの墓を盗掘して、ET、レーダース、失われた、アーク、正規、ディフェンダー、ベルツアークといったゲームを持ち出しているとも伝えている。また、同日には、ニューヨークタイムズも当たりの代表が在庫を運んだことを認めたと伝えた。 処分された物品の具体的な部分に関しては、情報の錯綜から結論は出ずにいた。アラモゴードデイリーニュースのシティ2あたり ET トラッシュゴーホームという記事の見出しは ET が埋められたことの示唆とも取れるが、記事内では見出しにある ET とは、生きがいの意味とぼかし、具体的に物品を特定してはいない。9月29日には、処分物へのコンクリート処理といった廃棄物処理としては、 異例の作業を開始。この時アラモゴードデイリーニュースの報道では、匿名作業者の動物の死体があるから、子供たちが掘り返した際の怪我を防ぐためといった作業理由を記載。結局、この大量の処分は死からの抗議を受け、当局の人間からは、エルパソが産業廃棄物処分場を溶かすことを有料する声明も出された。 地元の管理官には迅速な処分の停止を命じられ、アラモゴードでは後に緊急管理法を可決。また、緊急管理特別委員会を設立して、産業廃棄物処理業者に一定の制限を設けるようにした。様々な媒体から発生した情報ソースが憶測に、憶測を呼び、最終的には、売れ残りの ET が350万本近く埋められ、 コンクリート詰めになっているという説にまで発展し、2600用の周辺機器として発売予定だった、あたりマインドリンクの試作品が埋められた説も生まれた。また、情報の作綜から当初は、細部の違いについては信頼できないとされた話が、話の信憑性が薄い、ET の処分そのものが、都市伝説という論調まで登場した。この他、あたりショックを起こした。 業界全体の低迷のきっかけと勘違いされる事象もあり、事業で傲慢になることの継承としてもよく引き合いに出されるが、あたりはこれらの行為を節税目的で実行したことから厳密には意味合いが異なる。2004年4月にはプログラマーだったウォーシャーが大量のゲームが処分されたことは信じていない。あたりが寒冷的に行っていた抱き合わせ販売が 特定の失敗策より、当たりの没落に大きな影響を与えたとの見方を示している。当たり没落の原因については、異軍のトラビス・ファスも同様の見解を持ち、大量の不良在庫という当たりの問題は、2600の売れ行きを過大評価したことから生じたもので、個々のゲームの質によるものではないと考えている。パシフィックヒストリカルレビューの執筆者であるジョン・ウィルズも、処分は、 都市伝説と見ており、よく知られてはいるが検証されたことはない。トリニティ実験やロズウェル事件の現場近くで起こり、何か謎めいた砂漠地帯であったことも、この話を神話化していくことにつながったのだろうとした。ポップカルチャーにはこの事件を題材に使った作品が存在する。例えば、ウィンターグリーンのウェン、アイウェイクアップのミュージックビデオでは、バンドが処分場まで旅をし、 捨てられたカートリッジを掘り起こすといったものになっている。この映像を監督したキース・スコフィールドはビデオゲームを題材にしたミュージックビデオを以前にも制作している。d b ワイスの小説、ラッキー・ワンダー・ボーイはアラモ・ゴードの郊外のシーンで二人の登場人物に処分場の上に作られた駐車場について議論をさせている。映画、アングリービデオ、ゲームなど、 ザムービーでは処分場がストーリーの中心となっている。発掘の様子発掘された ET、センティピード、その他の当たり者製品2013年5月28日、アラモモード市委員会は、カナダのエンターテイメント企業、フューエルインダストリーに半年の期限を設けた処分場の発掘、関連してドキュメンタリー映像を制作する許可を与えた。発掘の実行は、 ニューメキシコ州環境局の環境保護部廃棄物課から潜在的な危険があるという指摘を受け、計画段階で中止されていたが、問題の解決から2014年4月からの実施を決定。発掘は同年4月26日に始まり、一般公開も行われた。プログラマーのウォーシャウに加え、今回の工程を追ったドキュメントあたりゲームオーバーからは監督のザックペン。 脚本のアーネスト・クラインも発掘に同行した。同日には ET が発掘されたことで、都市伝説は真実となったが、当時あたりで処分の責任者を担当したジェームズ・ヘラーは、実際に埋設したのは72万8000本であるとしている。埋め立てられたカートリッジは、大半が予想よりも深い場所に存在し、発掘の難しさから1300本のみを採掘。 穴は埋め戻された。9月10日、アラモゴード市委員会は発掘した1300本のうち800本をオークションサイトイーベで販売する決定を行った。残り約500本は保管されるほか、世界中の博物館に寄贈される予定である。前述した発掘の模様などを収録し、映像ドキュメンタリーとして、XBOX エンターテイメントスタジオが制作した作品あたり、 ゲームオーバーは2014年に x b o x One と XBOX360 で独占配信。2015年9月には日本でもセル DVD ソフト、当たりゲームオーバー、当たりゲームオーバーとして発売された。about.com の記事を参照。一部ソースでは1977年10月ともされる。ET は地球外生命体の ET が自分の星に帰ろうとするストーリーで、 見出し文は作中に ET が発したセリフ ETGO HOME の文字にありがとうございます。